モホーク川はアメリカ合衆国ニューヨーク州を流れる全長149マイルの川である。ハドソン川の最大の支流である。モホーク川がハドソン川に注ぐ地点はオールバニの数マイル北の州都地区にある。川の名前はイロコイ連邦のモホーク族にちなむ。北部中央部ニューヨーク州における主要な水路となっている。ルイス軍の水源からモホーク川は流れ出し、 概ね東へモホークダニを流れ、ローム、ユーティカ、リトルフォールズ、カナジョーハリー、アムスティルダム、スケネクタディを流れて、オルバニーのすぐ北の広報図においてハドソン川に流れ込む。この川とそれに伴うエディー・ウーン川、ハドソン川及びニューヨーク港を五代湖のバッファローまで連絡している。モホーク川下流には五つの高級的なダム、 9つの稼働関5つの水力発電所がある。スコーハリークリークとウェストカナダクリークがモホーク川の主な支流である。これらの支流にはいくつかの重要なダムがあり、例えばウェストカナダクリークのヒンクリーダム、スコーハリークリーク上流のギルボアダムなどがある。ニューヨーク市への給水システムの一環として1926年に完成したギルボアダムは、 大規模な更新計画を実施することになっている。モホーク川は、南のアルゲーニー大地、北のアディロンダック山地の間、キャッツキル山地の中を抜けて、アパラチア山脈を越える、西への輸送や移民の交通路として、長らく重要であった。この谷の北や南の山を越えていくよりも、モホーク谷を通り抜ける方が楽な交通路であった。この結果、 フレンチ・インディアン戦争やアメリカ独立戦争では戦略的に重要な場所となり、ここで数多くの重要な戦いが繰り広げられた。また肥沃なモホークダニは初期に多くの移民者を引きつけた。19世紀初頭には水運が旅客と貨物を運ぶために重要な交通手段であった。モホーク側から分かれてエリーコまでエリー運河を建設するための会社が設立された。 運河はエリー湖までの輸送費用を95%削減した。これにより西への移民の手間も軽減された。モホークダには依然として交通において重要な役割を果たしている。鉄道はウォーターレベルルートを通っており、また重要な東西方向の道路であるニューヨーク州道5号や週刊高速道路90号線なども通っている。モホーク川の自然や 歴史の遺産を保存し、広めるため、モホーク川歴史回廊委員会が設立された。委員会は1997年のニューヨーク州法により、川沿いの史跡保存のために設立されたものである。歴史的に、モホーク川流域は、隣接する多くの流域に見られるような流域管理を書いていた。2010年に、ニューヨーク州環境保護省は、モホーク川流域アクション計画を発表し、 これが流域管理の最初の枠組みとなった。この計画では、エコシステムの健全度を改善し、地域の存続可能性を高めるために、モホーク川流域の5つの優先ゴールが設定されている。アクション計画では、流域管理に対して、エコシステムベースのアプローチを提唱しており、ニューヨーク州環境保護省が流域における多くの利害関係者と協力しながら、 一般からの意見も受けて作成した。モホーク川には17世紀の入植時にまで遡る比較的に長い洪水の記録がある。モホーク川の平均流量は年間1830億立方フィートである。多くの水が春の雪解けに伴って流域を急速に流れて支流から本川へと流れ込む。1日の平均流量が 最大になるのは3月末から4月初めにかけてで、ある。1917年から2000年の期間で見ると、ハドソン側への合流点近くの広報図で測定した1日平均の最大流量は1秒あたり1万8000立方フィートであった。これに対して、最低流量は1秒あたり1400立方フィートで、8月末で、ある。 長い期間にわたる洪水の記録が残されている。模倣区川とその支流は通常冬には凍結するので、春になって溶けると、川の本流に沿って、氷が流れてきて詰まることがよくある。この春の氷の溶ける時期は、典型的には3月末頃であるが、これより前にも後にも洪水が起きたことがある。氷が流れてくることにより、川岸や氾濫源にある構造物に、 かなりの被害を与えることがある。モホーク川本流において記録されている最も大きな洪水は1914年3月27日から28日にかけて起きた春の誘拐によるものであった。この洪水では氷が溶けたことによるものであったため膨大な量の氷が流れてきてインフラストラクチャーに大変な被害をもたらした。こうした流氷の現象で重要なものは おおむね一年を機に発生する。モホーク川において大きな洪水の一つとして2006年のアメリカ中部大西洋地区における洪水に際して2006年6月26日から29日にかけて起きたものがある。洪水は停滞した前線が50から330ミリメートルの雨をニューヨーク州中央部にもたらしたことで発生したものでモホーク川、デラウェア川、 サスケ花川の流域の広範囲に洪水をもたらした。州全体で2億2700万ドル以上の被害をもたらし、4人が死亡した。モホーク川流域上部では急激な洪水であった。モホーク川はまた、2011年8月21日から9月5日までの間にも、ハリケーン・アイリーンと熱帯低気圧・リーの影響を受けた集中豪雨により大きな洪水を起こした。 モホークバージ運河の拷門は、特にニューヨーク州、ウォーターォードやロッテルダムジャンクションの近くで大きな被害を受けた。ローレンタイ土俵賞は交代しつつも色濃い氷河湖の流出を妨げた。セントローレンス川ではなくモホーク川から流れ下っていた。モホーク川の流域は、キャッツキル山地、モホーク谷、そしてアディロンダック山地の南部の区間を流れる。 これら3カ所の地区はそれぞれ特徴的な岩盤地質を持っており、下部にある岩盤は南へ行くにつれて新しいものになっている。全体として、ニューヨーク州のこの部分は、下部古生代の堆積岩が不整合に、グレンビル造山運動の時期のアディロンダックの変成岩の上を覆っている構造で代表されている。流域では、これらの岩は、ウェストカナダクリークの源流域でのみ顕著である。 モホーク川の主流のほとんどは、カンブリア紀からオルドビスキの炭酸塩と中期オルドビスキの砂岩を呼び、結岩の上を流れている。南側の主流は、デボン紀の薄い石灰岩の層の上に薄い、キャッツキル層の薄い砂岩と結岩の層が乗っている。更新予の期間、流域は、大陸氷河により、大きく変えられた。氷河により削り取られ、堆積していったことにより、 流域の大半において地表の堆積物は不完全に層をなしたつぶてと泥に飛んだ氷激土となっている。氷河が交代して行った時期にはいくつかの氷河湖があり、それにより年層をなした泥の堆積物が残された。およそ13,350年前の最後の氷河湖大気に色濃い氷河湖が後にもホーク谷となる地域を流れて破滅的に流れ出した。 この地質史における最終段階において流れ出す大量の水によりリトルホールズのポットホールなど深い侵食が形成されまた砂や砂利の大量の堆積がもたらされてこの地域におけるグレートフラッツ耐水層として知られる地下水の源ともなっているありがとうございます